はい、皆さんこんにちは。モータージャーナリストのレイです。アライヘルメットのブースにやってまいりました。ちょっとこの中一緒に見ていきましょう。多分ですね、日本市場には入ってこないって言い方違いますね。日本で作って海外に出してるから、日本市場では多分売らないカラーリングのものもいろいろあるんじゃないかと思うんですけども、とか人だかりがすごいけど誰がいるんだあれは。あ、マーベリックビニャーレスがいますよ。今ビニャーレスのサイン会やってますね。今ちょうどラッキーなタイミングでしたね。あ、そうかそうか。で、今いろんなカラーリングのものが並んでますけど、これカーボンのやつですよね。あとニッキー・ヘイデンのカラーがいつ日本でも始まるのか、先行して被らせてもらってますけど全部楽しみですね。あ、ハガノリのカラー、後ろのイラストが新しい、こんなデザインになってる、これかっこいいな、これ欲しい。向こうに清成さんのレプリカとかもあります。これはご本人が被ってたもののようですね。まさにこれこそワールドスーパースポーツで、2年連続チャンピオンのドミニク・エガーターの元入りのワールドチャンピオンって形で紹介されてますね。この辺が、まあ、四輪であったり、あとジョナサン・レイの本人のヘルメットですね。まあ、通常これが結構日本にもやってきてることが多いはずなんですけどね。何か新色はありますかね。あ、高橋拓実モデルの RX7X とかもありますし、ニッキー・ヘイデンの何か新色的なものがあったりするのかな。 あそこに奥に見える69の頭リセット、あれ新しいやつですよね。さあ、全然このビニャーレスがいるおかげで中に入れない。やっぱ GP ライダーは人気ですね。そろそろこの辺のツアークロスか V クロスもいつモデルチェンジしてもおかしくないんじゃないかと思いますけど、まあ、したとしてもエイクマじゃなくて日本で発表するんじゃないですかね。これクアンティック、これ日本名違うやつですよね、きっと。やっぱ海外名だと別物になってますね。あ、面白いデザインがいろいろある。あ、かっこいいな、これかっこいいですね。このデザインも面白いですね。うわ、めっちゃこのミラーすごいけど、これいいカラーリング。ちょっとここへ通りたいんだけど、通らせてもらおう。さあ、オープンフェイスモデルがありますね。本当にビニャーレスの周辺だけ人だかりがすごいことになってますね。ツアークロス4X4、まあ、日本名とかなりネーミングは近いですよね。さあ、もう一回ちょっとビニャーレス寄れるか分かんないですけど、まあ、ライヘルメットの新しいものについては日本に帰ってからじっくりと、またですね、お話したいと思います。まあ、奥に人だかりの向こうにいるのがマーベリックビニャーレスでした。いろいろと練り歩いてるんですけども、日本の DID ですね、こちら後ろが。あ、ここボスナーピストンだ。ここの社長さんとですね、仲良くしていただいておりました。知ってる人いるかな。ちょっと見つからなさそうだな。 あとですね、ここ後ろになんかエネオスのブースがあって、高品質の日本のなんとかって書いてあったりとか、なんかなんだろう、オイルとかなんですかね、モト GP マシン展示で置いてますね。ここまでですね、オーテルと川崎と鈴木は見れたんですけど、まだホンダ、ヤマハが見れてなくて、あとドゥカティブースが相当気合入ってるって人から聞いて、それを楽しみにしてるんですけど、会場半分ぐらい見た感じですかね。こんな感じでまだいろいろと練り歩いていこうかなと思っております。